不正統計問題をめぐり根本厚生労働大臣は幹部級職員など8人のヒアリングについて特別監察,察委員会ではなく厚労省の職員だけで行っていたとして24日の国会での答弁に誤りがあったことを明らかにしました。官房長がが答答弁弁ししして、そしててそそ私もそれを踏まえて数字が答弁したけど 精査した結果が今日,の今日の公表資料だというふうふに理解していただきたい不正統計問題をめぐり厚生労働省は24日の国会審議で部局長級の職員ら20人については特別監察委員会がヒアリングをしたと答弁していましたしかし精査した結果このうち8人は 厚生労働省の職員だけでヒアリングをしていたということです。中には、上塚官房長が一人でヒアリングをしたケースもありました。上塚官房長は昨日、調査が公正に厳正に行われたと考えているとしましたが、調査の第三者性が改めて問われることになります。